ース8から7レンジャーズ現地時間8月11日、ヤンキースタジアム、ニューヨークヤンキースが乱打戦を制して、レンジャーズとの4どころ地3連戦に勝ち越し、最多タイの70勝に到達した。ヤンキースは、初回、ジャンカルロ・スタントンの2匹で先制し、3回裏に、フアン・ソトの29号ソロで、追加点。5回裏には2死3塁から、アーロン・ジャッジが、申告敬遠で歩かされるも、続くスタントンが、意地の20号3ラン。5点リードで試合を折り返した。その後3点差に詰め寄られるも、7回裏に、ソトが30号ソロ、ジャッジが42号ソロと2者連発。最終回には1点差まで迫られながらも、守護神、クレイ・ホームズが締め、今季25セーブ目をマーク。同地区オリオールズと並んで70勝49敗、全体トップの勝率、588を記録している。ジャッジは、塁打部門トップ独走の一発を放ち、通算300塁打に王手。さらに打率、328で、アメリカンリーグ2位に浮上している。また、ソトは、今季5度目の1試合に塁打をマーク。2年続けて30塁打に到達した。今季15年目のスタントンは2試合連発で4年、連続。キャリア13度目のシーズン20塁打を記録。3選手が20塁打以上、2選手が30塁打以上を放っているチームは、今季ここまで39弾でヤンキースのみとなっている。